はい、森香です。なんだっけ、あ、毎日飲んだくれ生活ということで必ずやってます。本日は地下鉄空港線、まあ天神駅からまあ10分ぐらいかなの離れたところにある磯貝さんに、行ってまいりました。ここはまあ普通に食べログで予約できたので、使ってみたんですけれど 3.54 で夜客単価4000円から4900円、あ、まあそうですね、2人で1万1000円ぐらいだったんですよね。こんな感じでちょっと何食べたかが載ってなくて、あれなんですけど、とりあえず食べログで予約できる店福岡すごい少ないので、割とそこはありがたいなっていう感じですね。コース一応おまかせ飲み放題5000円っていうのがあるんだ。メニュー載ってないね。まあ普通にあの炉端焼きで、刺身とかかなりうまいですね。結構一個一個の値段は高めで2000円とか普通に2、3000円する感じかな。ただ量がまあ多いので、何品かですぐお腹いっぱいになるし、なんですかね、素材の値段だっていう感じで、非常に、新鮮なお魚が食べれるかなという感じです。日曜営業なんだ。一応なんか、店舗というかは天神とかにもあるみたいで、まあ、あえてこの藤崎に行く必要なかったんですけど、まあ、今回あの食べログの予約でできたので行きました。創業1989年なんだ。めちゃ昔からありますね。あ、めっちゃある。てか僕の家の近くにありますね。天神店今泉にあるんだ。へえ、大阪とかにもあるんですね。シラスクジラ、へえ、という、まあ藤崎が本店だからまあ出てきたのかな。そういう感じですかね。とにかく魚が安くて美味しい店。まあそんな感じですね。あの、煮付けも焼きも刺身も、あとなんでまあ、酒蒸しみたいなやつとかも何でもあって、非常に普通にうまい感じです。まあ、デートとかでも、まあカウンターがメインで、デートでも使えるし、普通にみんなでワイワイ飲むのにも使えて、いいかなと思います。そんなところです。森香でした。